くめおち、くちおろだ。くめおち、くちおろだ。あ、今なんかすごいのが出たね。今なんか、あ、書いたろ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 。あ、出た。皆さんこんにちは、百田です。今日週刊文春が発売されまして、今回記事の中で謎の人物 Z 氏が出てきましたね。 Z、 この Z 氏ね、一体これ誰やねえと皆さん思ったでしょ。でね、いや、その時思ったのは、あれ、この奥さんの X 子さん、亡くなった安田種男さん隠れて Y さんとどうも不倫関係、愛人関係になった。 Y さんの家にしょっちゅう行っとった。しかしながら、ここにどうも現場に Z がおったらしい。この X 子さんはその Z をどうもかばってるらしい。え、ちょっと待って、実は Y さん以外に別の愛人がおったのか。え、どういうこと、もう混乱したんですよね。そのあたりはね、文春さんももうすごい伏せてます。誰か分からんように分からんように書いてます、わざと。ところが読んでいくうちにですね、え、あれ、もしかしたらっていうのがね、急に見えたんですよ。急に、あ、これもしかしたら、あちゃーと思ってね、見えたんです、 Z さんね。少子が入手した捜査情報によれば、 Z 氏は18年10月12日にも聴取を拒否、その後捜査員が接触した形跡がない。現在 Z 氏は東京を離れ、地方都市で第二の人生を送っている。まあ、ここはヒントね、一つのヒント、7月22日正午過ぎ、白髪姿の Z 氏が黒のスラックス姿で自宅から姿を現した。身長165センチ前後、その所作は老いて名を格尺としている。少子記者3人はコンビニに立ち寄った Z 氏を直撃した。週刊文春の記者ですよ、ちょっと急いでんの、週刊文春の記者ですよ、ちょっと急いでんねって。2006年の事件の、ことですと聞いた。その日のこと覚えてないかと記者が聞いたら、覚えてない。2006年4月大塚署に行ってますよね。大塚署に行ってるんですよ、この Z 氏は。言ってるけどね、そりゃ連絡があったから読み過ごした。これ連絡があった、大塚署に行かれる前どうされてたって聞いた。顔を紅潮させ、顔真っ赤、紅潮真っ赤真っ赤になってる、顔真っ赤にして、あー、ちょっと車で行くから悪いけどついてこないでくれる、ストーカーになるよ、言うて、どうも車で立ち去ろうとした、記者が安田種男さんという名前を告げると、途端に顔を紅潮させ、言葉は土器を払う、言葉は怖くなってくる、うわー、こういう声なんですよね。いいや、110万するぞ、ふざけんなこの野郎、怖いね、 X 子さんに関与の疑いがかかってますったら、やかましいんだよこの野郎、やってもいいんだぞこの野郎、怖いね。当時の安田太郎さんとの関係をと聞いた。だからもう覚えとらんし、わからんて、もう本当に覚えてない、もう俺は家に行ったことは確かだけどさ、家に行ったんや、家に行ったは確かや、言うてもうたかな、この Z さん。エレベーターに一緒に乗り込もうとすると、 Z 氏は記者の胸を小突き、右腕を強く掴む、この右腕ね、グーグー強く掴んだよ、記者も痛かったかもしれない、血走った目を見開き、唇を震わせる、くめ落ち、唇を震わせる、くめ落ち、唇を震わせる、こんなんですかね、はい、こんにゃろう、この野郎ちゃいますよ、こんにゃろうですよ、こんにゃろう、てめえやってもいいんだぞ、右手を掴んでね、目を血走らせて、ね、唇を震わせる、こんやろーい、やってもいいんだぞ、ね、聞いただけやろにね、お前ら3人ぐらいどうってことないんだ、昔何やっとったか知っとんのか、ボクサーだよ、ボクサーだけじゃねえぞ、喧嘩は得意なんだよ、怖い、僕文春の記者にならんでよかった、怖い、さて、 Z 氏は記者の一人の喉元に手をかける、喉元ここですよ、ここですね、グルね、まあ、武士の記者が言いました、喧嘩をしに来たわけじゃないんです、お前ら損するぞ、損も得もあるでしょうかね、分かりません、事件の日に現場に行かれたんじゃないんですか、もう覚えてないっちゅうの、現場には行ったよ、現場に行ったや、事件の日に現場に行ったや、すごいね、何のために行かれたんですか、そりゃしょっちゅう見てるもん、しょっちゅう見てるもん、しょっちゅう見てるもん、どういうこと、また記者聞いてます、 X 子さんが疑われてるが、Z さんが何か関与されたってはないですか、 X 子さんが疑われてますよ、 Z さんが何か関与されたって、こう聞いた、はい、ほんならそれは大塚警察署によく聞いてくれよ、警視庁に言うたらしい。さて、今私が百田劇場で再現した、これが今発売の週刊文春の中の Z 氏の発言の今のところは全てです。これをね、私何度も読み返した。
読み返したらですね、いろんなヒントが出てきてました。僕は最初は X 子さんのこれじゃないかと、つまり Y さん以外にこれがおったんじゃないかと思ったの。ところがその前提で見ていくとやっぱり変なんですよ。 X 子さんはですね、 Y さんと一緒に逃避行してる、で Y さんの家に転がり込んでる、子供連れて、ずっとだから Y さんと一緒なんですよね。ほなそうすると Z さんはこれではないんですよ。実はね、文集がこれミスディレクションというのは、ミステリーの世界ではね、ミスディレクションというんですよ。つまりね、本当にことは分からないように読者の関心を違う方向へ違う方向へ向ける。だから私ね、実は文集のミスディレクションにやられてました。なかなか文集ミスディレクションうまいです。だから文集としてはね、これやろうと思わせて書いてるわけよ。みんなそこに引きずられ、僕も引きずられた最初。でもよう考えてるとこれではないとなると、ですよ。さてここで4週間前の文春のこの記事の第1弾、その第1弾は伊勢の近くの名古屋から始まってるんです。物語は2018年に名古屋である家を家宅捜索したとこから始まってるわけですよ。この名古屋の家というのは何かというとですね、 X 子さんの実家なんですね。じゃあこの実家には誰がおるのかということですね。 X 子さんのお父さんですよね。でその前提でもう一度この Z さんの話を読み直してみましょう。そうするとですね、現在 Z 氏は東京を離れ地方都市で第二の人生を送ってる。地方都市なんです。つまりね、普通第二の人生を送るという場合の書き方としては、定年退職をした人のことを書くことが多いです。 X 子さんのお父さん、元警視庁の刑事です。まあ年齢的にもおそらく定年退職されてるでしょうねと、なんとなく合致するかしないか、それは微妙ですね。例えば、戻ります。7月22日に文春の記者3人がその Z さんに接触しました。17年前のことを聞きますと、覚えてないと言ってます。2006年4月、つまり、種子さんが死んだ月です。大塚署に行ってますよねっていう質問してるんです。行ってるけどね、そりゃ連絡があったから。なぜ大塚署から連絡あるのか、この人にね。変でしょ。だからヒントがいろいろあるんですよ。ほんでね、俺は何やったとか知っとんのか、ボクサーだよボクサー。このボクサーというのはね、これまたなんかヒントになってるので、ね、もし仮にある人物の過去の経歴でボクシングをやっとった経歴があったとしたら、このセリフはひっつくやんということになるんですよね。ボクシングなんてね、やる人はすっごい少ないですよ。あ、ちなみに私ボクシングやってました。わしちゃうで、Z さんわしちゃうで。あ、今なんかすごいのが出たね。今なんか知らんけど、ある名前ね、なんかボクシングの名前出ましたね。ちょっとボクシングの名前出たね今。あ、書いたろ。あ、出た。元アマチュアボクサー、ライト級アマチュアの3位で出た。ある人物が。はあ、ここで名前言うわけにいきませんけど、ある人物が、法政大学ボクシング部。あー、これもう全部当たってるで、これ。うわー、はっはー、すごいね。いや、これ、ぴったり符合するわ。実はある人物というのは、法政大学を卒業して、警視庁に入ったのを私も聞いてます。その人物が実は、コメントの情報によりますと、法政大学のボクシング部にいて、それからその全日本のライト級の第3位に行ってたと。これ、文春の記事にある、俺はボクシングやってたんだっていうのは、ピタッと合いますよね。いや、これすごいよね。いや、ほんでまた話戻しましょう。えらいこっちゃ気が動転して、なんか相談したい。誰か助けてもらいたいと思って、まあ、Y さんに電話するのは当然やと思いますね。やっぱり愛人ですからね。当然 Y さん。でも、もう一人、電話する人物がいるだろうと考えますよね。もう一人、すごいこういう時、頼りになる人物、あの人に頼みたいと思う人物います。当然電話してると思うんです。パーおっと、わかりません。何とか知りませんけど。まあ、それが普通に考えて自然です。ほんで、実際に、その人物は現場に行ってます。その日に行ってます。本人が証言してます。しかも、俺はしょっちゅう行ってるんだ、みたいなこと言うてます。まあ、そうなってくると、Z 氏の正体が見えてきましたよね。えらいことですね、これ。実は再捜査を始めた2018年、事件が12年後に、いろんな刑事がですね、おいおい、これちょっとコールドケースやけどちょっとおかしい。ほな、その時に多くの捜査員が、おい、これ初動捜査ひどいなと、おい、これなんでやれと、これがなんで自殺に処理された、これはありえんだろうと言うて再捜査した捜査員が、多くの人がそう言うた。ここにね、大きな謎ありますね。なぜ初動捜査がずさんやったのか、あるいは、その捜査に何らかのごまかしがあったのか、捜査を妨害したのか、何かあったんではないかというような感じはしますよね。
ですからね、今回のこのニュースは、この記事はね、不審死事件にまつわるいろんな登場人物のもう奇妙なことがいっぱいある上にですね、警察の内部事情でこれを一旦もみ消そうとしたんではないかという疑いというか、まあそういう可能性というか、さらにその12年後に再び再捜査した時は、これはもっと違う政治家からの圧力によって、この事件は2回封印されようとしてるんですよ。そういう疑いがある。1回目は警察内部内でこれを事件じゃなくて処理しようとした可能性がある、疑いがある。そして12年後にもう一度別な力、政治家かもしれない、そういうのにもう一回封印されようとした。その5年後に文春がとうとうこれを掘り起こしたんですよ。文春はね、相当大きなものを敵に回してますよね。相手は2つ、警察と政治家の可能性があるんですね。これはちょっと厄介ですよ。いやー、なかなか結構ね、文春気合が入ってますね。国内の、いわゆるまあ社会的事件の中では、これはもう一級の大事件になりそうですね。さて、この事件の全容はどうなってるか。この事件一体何やねと。もうすごい謎です。で、そこに関わってんのがですね、関わってるでも別にこれ、木原さんが悪いって言いますよ。この事件が起こった時には、木原さんは X さんと何の関わりもありませんからね。2006年に起こった事件そのものには全く関わりがありません。ただ、木原さんがここで、ややこしいことになってるのは、2018年の再捜査に対して、何らかの影響力を与えたんではないかという疑いがあるということですね。もしそうなっていったら、これはもう大変な大スキャンダルです。文春面白いよ、それではバイバイ。